さ。あ、でもなんかすごい、なんかおしゃれ、急にちゃんと育ててる一応優しく。お疲れ様です。お疲れ様です。本日は何をするんでしょうか。前回取ったウドがあると思うんですけど、はいはいはい、山菜の、うん、山菜のウドをさらに美味しく収穫するための準備をします。え、あれで完成形じゃないの。さらに美味しく育つ農法なのかな、うん、があるらしい。何それ。もうさらにあのウドが美味しく立派に育つ方法を実践してみたいと思います。あ、わかりました。ここにグラインダー用意してあるってことは、うん、手で前こうやってやったじゃないですか、うん、グラインダーでグイーンってカットして収穫する。全く違います。使うのは、はい、一斗缶、植木鉢、土缶、全部バラバラの素材だけど。え、どういうこと。廃墟に生えてるのは、うん、山ウド。ああ、そうね、あれ山ウドだったね。で、ただのウドが白っぽいウド、はい、はい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 。今回やるのはこれをくり抜いて、はい、ウドにかぶせて、ここにこうウッドチップを埋めちゃう。埋めちゃう、収穫とはもうなんか逆のことしたら。そうすると、うん、ウドはこう育ってくるんだよ。このぐらいのウドがあるとしたら、はいはいはい、埋めると、うん、日光を求めて育ってくる。でもこの間は、うん、日光が当たらない。劣らんね。そうすると白くて柔らかいウドが収穫できる。あ、私前も収穫した時下側は白かったけど上はもう全部もう緑のアスパラみたいになっちゃった。そう、やっぱ白いと皮とかも柔らかくて、うん、こうまっすぐ食える部分が多くなる。あ、じゃあその、あの白い部分が長くなるってこと、ね、純粋に。そう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 。じゃあネギみたいになる。そう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 。へえー、いいじゃん。だからそれをちょっとうまくいくかは分かんないけど、うん、ちょっとやってみよう。ほう、なるほど。はい、なのでまずはグラインダーで、まあね、この土管とか植木鉢とかウッドチップをもう地面から高く積み上げれれば何でもいいんだけど、うん、いいだけ、うん、でもちょうどいい感じのものがあったんで、とりあえずグラインダーでくり抜いていきます。その土管とかめちゃくちゃ長いウドになるんで、これはちょっと半分実験だけど。実験、うん、なるほどね。ウドの生命力を信じて。あ、確かに。だってさ、うん、昔やった時はあんだけでかくなったじゃん。あ、まあ、人の背より高い木みたいにね、うん、なったのかな。まあ、あのレベルまでいったら食えんとは思うけど、まあ、ってな感じで。はい、早速じゃあ切っていきます。お願いします。そりゃ楽しみだな。いきます。はい、お願いします。歯がなくなってしまいました。そんな一瞬で消えるもん。最後の一面だったのに替え歯がなくなっちゃったんで、その鉄用の。ああ、それは違うんだ。違う、コンクリートとか。ああ、用のやつだけど、この一面ぐらいは多分切れてくれるんじゃないかなと思うから。いけるかな。頼む。なんとか。なんとか。あとこのはみ出てるあれとかを切断する。うんうん、
切れました。そのさ、うん、切れた蓋であれやって弟 100% いや、こんなもん見えてるじゃん。初めからあ、こんな感じでね。はい、無事下準備完了です。はい、ありがとうございます。それでは現場に到着しました。はい、現段階のウドの様子は何もしんかった場合、こうね、緑色、まあ十分これでも食えるんだけどね。はい、まあでもそうだね、これもちょっと掘れば白い部分はあるのかな、この地面の方に。そう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 、こう掘っていくと、まあ、あ、ほんとちょっと白い部分出てきた。ほら、こんな感じで、こことかもほら、この地面、もみ殻、あ、元はもみ殻が、そうそうそう、そういや出てきたもんね、いっぱいもみ殻。そうそうそう、なんか囲いみたいなのもあったか、そういう、そう、そういう風にやっぱやってたみたいだね。あー、なるほど。そう、別にこれ土でもいいんだけど、うん、もみ殻とかウッドチップの方がこう簡単にどかせるというか、まあ収穫が楽、そうそうそう、っていうので、あと栄養にもなるし、うんうん、まあなんでね、株式やってみますか。はい、埋めちゃっていいんだね、うん、とりあえずね、こんだけ大きくなったからほんとぐんぐん成長していくじゃん。うん、じゃあまあこの2つとか、ああいいんじゃない、これから育ってきそうな、うん、これとか、じゃあ、さあ、あ、でもなんかすごい、なんかおしゃれ、急にちゃんと育ててる。一応優しく、優しくかぶせてあげてね。これ本当育ってくんのかな。なんかどうなんだろう。でも日光を求めてここからぐんとこう伸びてくるってことだよね。3日ばか置いて全然出てこんなと思ってカパッとそれを取ってみたらしなしなに枯れとるとかはない。大丈夫だと願いたいけどね。まあ、こんなもんか。あ、いいんじゃない。もう一個はまあちょっとこの育ってる4株、4株いいじゃん。もう優しくの矢の字もないような見方してるけど、いや、バラバラってやってるから。ほら、一応気を使ってるだね、うん、一気にバーじゃなくてパラパラって巻いてる。ああ、なるほどなるほど、うん、これでいいんだろうか。いいんじゃないの。これで伸びるんですよ。しかし待って、いいこと思いついた。何？ウッドチップ多分余るじゃん、うん、もう一個はこれをこのパイプを縦にして一本入れれば、この長さのウドができるっちゅうわけですよ。とんでもない長さの。そう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 、ひらめいちゃいました。そこまでなかったらなんかもう逆に売れそうだけど。確かに、食べるとこう長生きするみたいな。なんかそんなのはなかったっけ、食べ物は。本当にこれはドイツに隠せるか。すでにこの長いやつとか、でもここじゃ密集しとっちゃった。あれか、ここ、このちっちゃいのやってみる。こいつの生命力を信じて。まあじゃあそれで行ってみる、うん、まあ実験って意味もあるしね。さすが。まあ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 いけるかこれ。そう、まあ、この辺もね、栄養になるから、ちょっと前に、うん、だから、よし、もう一袋持ってきちゃったら待ちやから栄養になる。うん、栄養はあるに越したことないからね、うん、たくさんあった方が栄養っていう。必死に考えてきたんでしょう、栄養ノートに。うわ、うまい。よし、いいね、今後に期待だね。うん、あ、これも食えるやつじゃん。やーた、嘘ばっか言って。いや、ほんとほんとほんと、ほんとに、うん、え、マジ、ゆかんぞうみたいな名前の。え、どうやって食べんの。おひたしにしていく。あ、本当に。そう、これそう、食べれるやつ。よく知ってるじゃん。だってつい最近食ったもん、俺。あ、本当。うん、もらっとったやつか。そう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 。ああ、美味しかった。美味しかった、美味しかった。どう、これも酢味噌で食べると美味しい。うわ、ただ野草は食べ過ぎると、うん、お腹を壊すから、うん、あ、そうなんだ。あんまり食べ過ぎは良くないけど、こういうふうに湯がいてくると美味しい。ちょっと待って、これ食えるやつじゃん、白爪草。案外ね、食えるものいっぱいあるんだよ、うん、ただほら見て、あ、なんだっけこれ、名前、
伸びる。そうそう、伸びる伸びる。昔よく食べたね。ほら、え、身でかっ、うまそう。そう、食べよう。これもこれも、うん、ウドも案外ほんと食えるものいっぱいあるんだよ。これはこの手前の変なアスパラみたいな、これは、うん、あのちっちゃい頃とかこれ噛んで、うん、酸っぱいやつ、酸っぱい草。じゃあ食える。食えるはしんけど、よくこう放課後とか噛んで酸っぱいって。なんで噛むの。え、おばあちゃんも言ってたよ、こういうのよく放課後は食うものがないもんで、こういうのを噛むみたいに、うん、ほんと酸っぱいのが出てくるんだよ、うん、美味しくないけど、うん、でも酸っぱさが、酸っぱさでこう口の寂しさをなくすみたいな。へえ。食えるものだらけ案外、うん、ともうよもぎも生えてきてるしね。俺、ね、もうタンポポン、あとタンポポコーヒーも出てるし。タンポポコーヒーはいいよ。もう俺もこれもほんとこれも食えるし、めちゃくちゃ大きいノビルだね。え、それマジうまそうじゃん。うん、ノビルをじゃあ収穫するか。そうだね。つくしは食えるんだっけ。つくしも食えるよ。あ、切れちゃった。最悪。意外とむずいな、うまくいくの。来たー、伸びる収穫です。うわ、いっぱいじゃん。これほんとすごいね。ブリブリ。このままちょっとかじる。やだやだやだ、辛そう。かじる。こんな味がしない。あ、なんかリンゴの皮みたいな。他のこういう雑草と違うでしょ。違う、雑草は苦いじゃん。よし、じゃあこの尾びれとかはまた持ち帰って食べよう。はいはい。まあ無事ね、とりあえずはウドとかこうできたから、まあ、結果というか今後が楽しみだね。そうね、どうなるか。まあうまくネギみたいにほんと白い部分がベーって育ってくれればね。ーなってくれやいいけど、楽しみですね。うん、はい、ではまあ今回はこれで動画を締めたいと思います。はい、はい、では本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。お楽しみに。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは年内チャンネル登録者数10万人を目指して今年も頑張ります。引き続き応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。